今日という日を待ちわびた方も多いのではないでしょうか。明治安田 J リーグ2024シーズン開幕、コンサドーレもここ福岡の地で開幕戦を迎えます。今日は生放送でお届け、コンサドーレ開幕戦直前スペシャルです。こんにちは。こんにちは。今シーズンも北海道のサッカーを全力応援、キックオフ北海道。さあ、いよいよこの後2時からコンサドーレはアビスパ福岡との開幕戦を迎えます。さあ、ということで今日は開幕戦直前スペシャル、45分間の生放送でお届けしていきます。長年チームを取材している岡崎さんにもスタジオに加わってもらいました。コンサ勝つ北海道、そんな思いでお送りいたします。はい、さあ、敵地福岡にはこの人が行っています。大森健作さん、どうぞ。呼ばれます。こんなんです。はい。あ、はい、あら、サポーターの方、僕の母、直美さんです。本当ですか？本当に？あの、札幌から熱烈なサポーターの方が直美さんが来てくれたんで。大森さん、今の情報ちょっとオフサイド気味ですよ。え、浅野選手なんだ。直美さんはこれ浅野雄也さんの大ファンなんですよ。これ一生懸命振る今日ですよね。今日一緒に応援してくれますから。はい、よろしくお願いします。楽しみで、大森さんね、それこそ熊本でも取材をしていて、はい、今週のチームの様子を見ていてどうですか、チームの状態は。岡崎さん、はい、めちゃくちゃ雰囲気いいし、あの、去年もこのタイミングで僕熊本のキャンプ来てたんですけど、去年よりも間違いなくチームの完成度、成熟度は上がってますし、特に攻撃ですよね。攻撃力は間違いなくいいです。まあ、その中でも僕は小林勇輝選手、でタイ代表のスパチョーク選手はめちゃくちゃ調子が良さそうでしたし、この2人の関係性はものすごい良かったので、必ずこの2人で点を取ってくれると思ってます。はい、楽しみになりますね。ですね。で、あとですね、あとですね、おとといですね、夕食前に選手とチームスタッフ全員がミーティングを行ったんですね、1時間で。まあ、ここでしっかりと話し合いをして結束を高めて同じ方向を向いてやってやるぞっていう気持ちになってると思いますから、間違いなく、はい、ちょっと期待しましょうよ。緊張感ありますね。はい、大森さん、そしてアウェー観戦といえば、はい、スタジアムグルメ気になるんですが、はい、ご紹介いただけますか？当たり前じゃないですか。スタジアムグルメも醍醐味じゃないですか。はい、来ますよ、お母さん、これ見てください、美味しそうでしょ。美味しい。はい、入ろう。います、あげます、あげない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 。で、これサバニサンドって言うんですけど、これ今回から初めて、あの、出すんです。はい、いただきますね。もう、ガラス一口がもう大きい。羨ましい。いいな。どうでしょう。うまかばい。今のコメントちょっと VAR で確認しますんで、ちょっとどうだったのか気になります。ちょっと後で見てみましょうか。はい、うまかい。ありがとうございます。まだあるんですよ。お、まだ、まだあるんですよ。はい、これは何ですか？去年12月に出たんですけど、もちろん、はい、イカ明太っていうんですけど、イカス明太っていうんですけど、うわ、贅沢、ね、いいですね。お寿司ですよね。お母さん、うまかばーい。あー、巻き込んでます。大森さん、大森さん、イエローカード、イエローカード。早い早い、まだ序盤です。序盤ですよ。ありがとうございます。この後、はい、選手が入ってきますから、もうそろそろ、はい、バスで、はい、で、スタメンも発表されますから。はい、すいません、食べてるところを聞きながら。聞こえてます？聞こえてます？聞こえてますよ。あと、あの、試合の見どころも伝えますから、後で。はい、
楽しみにしております。はい、じゃしっかり飲み込んでください。楽しみにしています。そうですね、はい、まもなくその注目のスタメン発表ということですぐにお伝えしていきます。そして応援メッセージ左上ですね、画面の左上に今出ております。うん、こちら、はい、キックオフ北海道公式 X の固定プロフィール詳しくご覧ください。ぜひ応援メッセージお待ちしております。そしてこの番組ではですね、プレゼントも募集しているんです。そのプレゼント、来月の10日ホーム開幕戦観戦ペアチケットをお一人の方にプレゼントいたします。選手を間近に見ることができるピッチサイドシートです。応募方法、日向さんお願いします。はい、この番組の中で3つのキーワードを発表いたします。その全部のキーワードすべてとハッシュタグキックオフ北海道をつけて X に投稿してください。抽選で1名様に当たります。締め切りはこの後の開幕戦のキックオフ午後2時頃までです。まず1つ目のキーワードは攻めです。はい、ご応募お待ちしております。攻め、ね、ぜひ皆さんしっかりと確認してください。はい、さて今シーズンの J リーグのレギュレーション確認しますが、昨年より2チーム増え全20チームで争われます。最終的には下位3チームが J2 に自動降格するというより厳しい条件になりました。タイトルを狙うコンサドーレはどんな戦いを見せてくれるのか、今シーズンの注目ポイントをまとめました。ここに集いました。今シーズン皆さんと共に戦ってまいります。 We are 北海道コンサドーレサッポー。今シーズン J1 ガンバ大阪などから9人の実力者たちと、沖縄キャンプ中に電撃加入が発表された高卒ルーキー原康介、計10人が新たに加わったコンサドーレ。中でも注目なのは、およそ4年ぶりに赤黒のユニフォームを着る背番号7番鈴木武蔵。札幌に初めて加入した2019シーズン、開幕2戦目で1試合2ゴールを挙げると、その後も得点を量産。自身キャリアハイとなる13得点を挙げ、コンサドーレでは吉原康太さん以来の A 代表にも選出されるなど大活躍。その翌年、夢だった海外挑戦、チームを去った鈴木武蔵に対してペトロビッチ監督は断るたびに、In Sapporo zwei Spitze heute Lopez und Suzuki spielen.鈴木武蔵、武蔵、武蔵、武蔵。監督の熱烈ラブコールに応え、再び札幌に戻ってきた今シーズン、悲願のタイトル獲得に燃えています。武蔵選手在籍した時にやっぱりルヴァンカップで の本当にあと一歩のところまで行きましたけど、そこへのリベンジというのはいかがでしょうか。もちろんその悔しい気持ちありますし、まあ、その思いっていうのはずっとね、ルヴァンカップ決勝で負けた悔しさっていうのはずっとあるので、まあ、何としても、リーグでもルヴァンでもタイトルを取って、いきたいです。注目の新戦力をもう一人、経験豊富な長谷川達也。はい、川崎フロンターレ在籍時には実に6つのタイトルを獲得。すでに主力組としてプレーし、トレーニングゲームでは1試合2ゴールを挙げるなど、今シーズンの攻撃の中心として期待されているアタッカーです。ゴールとアシストで2桁を取れるように頑張っていきたいなと思います。心強いですね。さらに今シーズン大ブレイクを予感させる男が、それが今年プロ2年目となる大森慎吾。私たちも、ね、注目してます。はい、ですよね。キャンプ中の対外試合、はい、チームトップの8試合8ゴールをマーク。プロ2年目となる今シーズン、自身もかなり燃えてるようなんです。この人本当鍵握りそうですからね。まあ、1年過ごしたっていうのもありますし、まあ、すごい充実した日々を過ごしているのかなというふうに思います。昨シーズンはすごい個人としては不甲斐ない結果になったんで、まあ、今シーズンは頭からしっかり戦力になって、まあ、1試合でも多くチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。そして今シーズン新キャプテンに新野拓磨が就任。キャプテン、お願いします。決めポーズも様になっているキャプテン新野ですが、いや、ありがとうございます。早速チームメートからは愛のあるいじりが。
見てね、大丈夫か。もう本当に愛されてるの伝わりますよね。いえいえ、試合中プレーはもちろん、早速周囲に対して声かけをする場面、自らシュートを放つなど積極性も見せてくれた新キャプテンアラン、チームに熱い魂を注入すること間違いなしです。今日の開幕戦に向けてペトロビッチ監督はこう話をしました。Morgen ist ein wichtig und das muss dabei, dass die Spieler laufen, kämpfen, ohne Angst zu spielen, zwei Kampf zu machen, das ist morgen wichtig. はい、注目の選手たくさんいらっしゃいましたが、私はやっぱり札幌出身新野選手、コンサドーレの下部組織からキャプテンになったということで、その下部組織のそのユースの人たちにとっても期待の星ということになりますよね。プロ13年目で第13代のキャプテンになりましたが、はい、いや、平田さんもインタビューされました。期待されますよね。いや、本当ですね。でも準備万端なんじゃないかなと本当に注目しております。さあ、この後は沖縄キャンプ総まとめ、浅野選手の部屋に突撃。こんにちは。こっちが俺です。さあ、今日のキックオフ北海道は開幕戦直前スペシャル生放送でお送りしています。画面の左上にですね、はい、コンサドーレへの応援メッセージもこちら表示されています。旧ツイッターの X で募集していますので、どしどしご応募ください、はい、そして番組ではプレゼント企画も行っています。来月3月10日ホーム戦の開幕のチケットをですねプレゼントいたしますので、応募方法を改めて日向さんお願いします。はい、番組内で3つのキーワードが発表されます。1つ目は攻めでございました、うん、3つすべてのキーワードとハッシュタグキックオフ北海道をつけて X に投稿です。抽選で1名の方にプレゼントいたします。締め切りはこの後開幕戦キックオフまでです。応募お待ちしてます。さあ、そんなコンサドーレはですね、福岡で開幕戦を迎えるわけなんですが、その前は熊本でキャンプ、さらにその前は沖縄でキャンプを行っていました。そのキャンプ取材、日向さんも行ってましたね。はい、私沖縄キャンプ取材行ってきました、はい、練習風景だけではなくいろいろと取材してきましたので、まずはこちらをご覧ください。北海道を飛び出してコンサドーレのキャンプ地、沖縄にやってきました。先週の放送ではキックオフ沖縄の収録現場を訪問。そこでコンサドーレにゆかりのある方と出会いました。北海道の皆さん、お久しぶりです。元コンサドーレの上原慎也です。いや、かっこいいですね。抜群の身体能力を生かしたプレーで活躍した上原慎也さんです。現在はキックオフ沖縄の解説者としてもご活躍中。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急遽番組にも出演させていただき、日本の北と南の番組コラボは大成功となりました。日向姫です。しやさん、北海道といえば、うん、北海道コンサドーレ札幌です。収録後、上原さんおすすめのお店へ連れて行ってもらっちゃいました。コンサドーレの選手も訪れるしゃぶしゃぶさんです。こんにちは。ユニフォームがたくさん、そしてサインもありますね。はい、そうですね。こちらですね、はい、北海道コンサドーレ札幌の選手たちが皆さん来てますよ。たくさんのコンサの選手のサインがあります。すごいですね。新加入の選手も乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。
そんなお店でいただけるのがパイナップルの粉末を食べて育ったパイナップルアグー豚のしゃぶしゃぶです。トマトでこのリアクション使いますね。私今回どうしても聞きたいことがありました。先月20日に行われたコンサドーレ対 FC セリオーレ戦で、上原さんは FC セリオーレの選手としてコンサドーレと対戦しました。僕は左サイドバックで出てたんですけど、はい、サイドバックだけどもう真ん中の方に走ってたんですよ。そしたら結構浅野選手と1対1みたいな感じで、はいはい、実際その浅野選手はどうでしたか？すごいですよ。あ、本当ですか？本当にすごいです。やっぱりスピードもあるし、はい、ボールを持たれると飛び込めないっていうか、はい、まあ、僕もディフェンスをしてて対峙するんですけど、はい、やっぱり飛び込んだら一瞬のスピードがあるんでやっぱり抜かれちゃいますし、やっぱ距離取らないと守備できなかったですね。そうですね。他に何かその映像もね、ご覧いただきたいな。今回コンサドーレと戦って気になるなとかって言いました。そうですね。やっぱり鈴木武蔵選手、実際ね、やっぱやるとやっぱ体も大きいし、はい、すごく迫力ありましたね。この間の町田とのトレーニングゲームの時ですね、実は上原選手と宮澤選手がお話しされている背中をちょっと捉えてたんですけど、ちょっと何を見てるんですか？何を話してたのかなということで、タイトルとかやっぱりコンサドーレ取りたいねって俺も話して、はい、で本人もねすごくその気持ちも強いですし、はい、まあ、北海道出身の選手としてやっぱキャプテンずっとやってて、はい、で今下には拓磨とか、はい、まあ、菅とか、はい、やっぱりその北海道出身のメンバーが頑張ってる中で、やっぱり弘樹いる間にやっぱり取ってよって僕も話をしたりとか、はい、すごいメンバーいっぱいいますし、花野選手も手も振ってくれましたね。今年は本当にタイトル取れる年なんじゃないかと、僕も一サポーターと思って応援してます。期待高まりますね、うん、上原さん、貴重なお話をどうもありがとうございました。そして私、沖縄キャンプでの選手宿舎にもお邪魔しました。監督も登場。迎えてくれたのは、お疲れ様です。ようこそいらっしゃいました、遠いところまで。お部屋を見せてくれるのは浅野雄也選手。これまでにもキックオフ北海道に何度も出演してくれている番組の盛り上げ隊長です。いつもありがとうございます。静かに、はい、ちょっと行きますね。じゃあ行ってきます。カモンカモン、こんにちは。突撃です。静かに入るって言ったんですけどね。こんにちは皆さん、僕の相部屋の高尾龍選手、新加入、皆さん拍手お願いします、はい、高尾です、よろしくお願いします。突撃ということで、びっくりした、めっちゃびっくりしました。いや、マイクつけてますけどね。しっかり知ってるな、テレビのこと。素敵な流れ、ありがたいな。今年ガンバ大阪から新加入の高尾龍選手。2人は大学時代に関西学生リーグでプレー、当時から顔見知りだったという同学年コンビです。はい、まずはお部屋を、見させていただきます。どうぞ、はい、何でも見てください。すごく綺麗じゃないですか。いつもこんな感じですね。声を揃えて、なんかもう好きな、いつもこんな感じです。お部屋を覗かせてもらっていろいろ気になるんですけど、はい、どっちがどちらで寝てるんですか？壁側か、こっちですね、ソファー側ですね。性格出た。じゃあ正解言っちゃいますか、ね、はい、もう行きましょう。こっちが俺です。こっち俺や。またテレビ知ってるな。せっかく綺麗にしてるのに見せてくれます。しかも違うんですね。違う。浅野選手がダイビングベッドで先制攻撃。もう2カメっていうのを意識してますからね。浅野選手も負けていません。たぶん一番初めに僕ここ座ったんですよ、部屋ついて。で、ここになった、それが、うんうん、もうポジション確保で、俺がこうやって座って、はい、こうっすね、もうずっとこれ、まあこうっすで、俺がいつもお前、おいボケこらーっつってごめんごめんってなるけど、でいつも勝手やってます。パッケージになってるんだ。誰も見てないですね。開幕戦の前からもうコンビネーションバッチリですね。すごいですね。必ず持ってくるアイテムっていうのを、あ、じゃあ俺いっぱいあるんですよ、はい、まず一つですね、はい、気持ちです。おあ、大事ですね、絶対持ってくる、必ず。やっぱこれじゃないですか。あ、そういうのか。
わーさすがこれ皆さんご存知かもしれないですけど白い恋人めっちゃうまいんですよ北海道の出ます美味しいですよね、はい、だからほんまにこれも開けれないんですよねもったいなすぎて開けてほしいいつも勝手にどうぞ召し上がりはしないんですかねハードなキャンプ浅野選手は白い恋人で当分チャージ、うん、続いて高尾選手は俺ちゃんと枕を持ってきてるんですよ自分のやつ前枕結構荷物大きくなっちゃいますけれどもあ全然いけますね睡眠大事ですねあとこれですねお母さんがそうですね僕に紹介してくれたお母さんはいお母さんから何こうやってシャンプーこうやってやったら気持ちいいんでちゃんと言えよお母さんにありがとうってお母さんありがとう喜んどくれ紹介してくれて次僕のターンいきます、はい、私はこちらです、はい、あ見えますか皆さんこれは何ですかはいこれあのマッサージ機ですねブルル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 はいお前使ってるほこりかぶってますあれ使い忘れないですかこれねマックスやったら緑になるんですよここ今、はい、電源つけたんですけど、はい、これキロワットで10年減ってるんですよ俺1回も使ってませんじゃあ誰が使ったんですかはいでもケチやんそんな充電しちゃえばいいやんお前電気代かかってるからなこれ充電するのも仲がいい2人の軽妙トーク浅野選手のコンビといえば大学サッカー部の後輩田中俊太選手しかし今年盟友と突然の別れ1月の合同自主トレでその胸中を語っていましたもう田中ロス来てるね俊太君僕は非常に寂しいですそんな昇進の浅野選手の前に現れたのが大学時代から親交のある高尾選手決まった瞬間に俺すぐ DM しましたすごいですねいいやつでしょ俺でも全然北海道送って初めてだったんでめっちゃ心強かったっすこれは、はい、でもね今もう皆さん聞いてください北海道の皆さんもう札幌行くの楽しみにしてますあそうですよねお願いしますよろしくお願いしますうちの高尾を名前やろ去年番組で放送したスペシャル企画ゆうやとしゅんたの夏休み今年は新コンビで実現するかもあ僕あの一人大丈夫ですなんでちょっとまだね実力がねこっちの方のこっちが俺です本気はプレーだけじゃなく2人のトークのコンビネーションにも注目ですさらに今シーズン新キャプテンに就任した荒野選手にもインタビュー今年のスローガンを書いていただきましたじゃん全冠全冠ですこれはどういった意味ですかいやこれなんか数年前にそれこそ鈴木武蔵選手と喋っててコロナ前だったかなコロナの時か分かんないですけど、まあ、でもなんか全てに感謝だよねっていう話から含めて今ふと浮かんだのは、まあ、全冠サッカー毎日できてることにも感謝だし健康で生きていくのもそうだし試合ができることもそうだし自分たちがあのサッカーをしてそれを誰かサポートファンサポーターを喜ばせてあげることもそうだしそういうのに感謝したいなと思いますし、まあ、自分もキャプテンになってた、ま、周りにめちゃめちゃ支えられるので、まあ、そういった人たちに感謝の気持ちをあの持ちながら毎日全力で感謝しながら生きていきたいなというスローガンめちゃめちゃいいスローガンできましたすごいですその場で書いたとは思えない素晴らしさですよねさすがキャプテンそんな荒野選手30歳の誕生日に出演してくれた時には30はすごいよと話してくれましたが、まあ、年々こうあもう大事なのってやっぱり結局は周りに感謝することなんというか周りだなっていうふうに思ってるので周りが楽しんでくれたりとか周りが幸せに思うのを見るとやっぱ自分が幸せに感じるキックオフ北海道も全冠で、はい、こう進んでいってもらえれば、はい、私たちも全冠で、はい、スローガンとして、はい、もちろんです、はい、当たり前じゃないんで、はい、感謝しながらね、はいはい、こうありがとうございます、はい、高め合っていければと、はい、嬉しいです光栄ですありがとうございます、はい、今シーズンのキャプテンとしての意気込みを聞かせてください、まあ、僕がしっかりとあのチームのために戦って、まあ、毎試合毎試合一試合一試合全力で、戦う姿をファンサポーターに見せてシーズンを終えた時に自分たちが満足できる順位だったりタイトルを取れるようにこうやっていきたいと思いますので楽しみに不安だなって最初は思いながら僕を見ててください
そんな荒野選手をはじめ選手の皆さんがスタジアムに到着してます ね先ほど荒野選手は何かこちらのカメラに向かって手も振ってくれているような印象もありました。ああ、鈴木武蔵選手ゴール決めてほしいですね。いや、楽しみになってきますね。さあ、そして番組ではプレゼント企画も行っています。3月10日ホームの開幕戦のチケットをプレゼントです。日向さん、はい、さあ2つ目のキーワードは勝つです。この後番組の中でもう一つ発表いたします。全部で3つのキーワードをくっつけてハッシュタグキックオフ北海道とともに X に投稿してください。締め切りは開幕戦キックオフまで午後2時までです。ご応募お待ちしております。この後も選手の声をたっぷりとお届けします。熊本取材で鈴木武蔵選手に話を聞いているのでそちらをご覧ください。どうぞ。熊本キャンプ来ました。今シーズンもどんなチームになっているのかしっかりと検索カメラやりますよ、届けますよ、はい、行きます、行きます。ボールは飛んでしょ。さすが元プロ、来てくれますね。友達じゃなかった。あれもう届けますよ。あらま。さあ、まず最初にやってきたのは西田さん、どうもおはようございます。元気ですか。似合ってますね、これ。そうそう、本当に丁寧な方ですよね。そして選手たちもおはようございます。黒い焼けてますね。うわー、キャプテン、キャプテン。あ、違う冷静に変わったんだ。世界一爽やかな男、癒されますね。リラックスした中にもやってやるぞっていう気持ちはみんな持ってるんじゃないですかね。いや、15年以上にわたってコンサドーレの取材を続けている健作さんということで、選手の皆さん本当にフレンドリーな様子ですよね。見てください、この修正、この筋肉は、もしかしたら分かりますね。このもも、ちょっとすごくなってないですか。どうですか、これ。ちょっとアップで、これを筋肉じゃないか。ちょっと、もう数字、今シーズン期待しますよ。10ゴールには絡みたいです。おお、さすがキャノン。はい、おお、馬場選手、今年は背番号も変わって、今シーズンそのヘアバンドは変わらず、はい、馬場選手はトレードマークですね。はい、何か変わったヘアバンドはしないと思うんですか。しないです。その黒で。おしゃれなのつける。おお。いや、多分しないです。ですね。黒いやつ、それ似合ってますね。ありがとうございます。期待しますよ。はい、お願いします。パリオリンピックにも出てほしいですね。続いて昨シーズンチームトップのゴールを挙げた浅野選手。やっぱちょっと期待もあり不安もあったりします。いや、まあ楽しいですね。楽しいですか。はい、じゃあ分かった。北海道の皆さん多分寒いと思うんで、近くのプレーで熱いプレーを札幌、いや北海道、いや日本を熱くしない。ちょっとカッコつけてます。お願いします。はい、お疲れ様です。またお願いします。さらに元ディフェンダーの健作さんならではの目線も。3バックの3人ですね、今日どうだったかっていうのを反省しながら、それぞれの意見を言い合いながら、終わってこういう光景がいいんですよね。あ、向川町のスター、向川町のスター、あ、来た来た来た。振り向いた。さすがスターですからね。向川町のスターって振り向いてくれました。爽やかだな。どうですか、あの今シーズンはちょっと僕の中ですよ、覚醒するんじゃないかと、大化けするんじゃないかなと思ってるんですが、しなきゃいけないなと思ってます、はい、逆にちょっと責任感はだいぶ芽生えましたね、はい、ますます向川のスターとして輝いてくださいね。その笑顔がいいですね。頼みます。じゃあ怪我なく。はい、ありがとうございます。サポーターもファンも期待しますのでお願いします。ありがとうございました。そして最後に再び札幌に戻ってきた鈴木選手にその決意を聞きました。西田の存在は大きかったですか。そうですね、大きいですね。まあ本当にいつも僕のことを思ってくれて、まあ改めて本当に思いがすごい伝わって、もう一度札幌でチャレンジしたいなと思いましたね。自分の中で目標というか、はい、あんまりそういうのは立てない方。いや、でも大体は立ててます、いつも。
前回13点だったんで、まあ、それを超えれるようになって得点取りたいな。もうちょっと自信は？自信あります。お、はい、どの試合も負けたくないし、まあ、やることは変わらないですね。でも、もう一試合は一試合に変わらず、はい、でそこから始まっていくっていう開幕だけであって、はい、そう、じゃあ開幕に向けて、札幌の北海道のサポーターファンの皆さんにメッセージもらっていいでしょうか？はい、お願いします。皆さんこんにちは、鈴木です。はい、こんにちは。いや本当にコンサドーレの、コンサドーレらしいプレーを今シーズンも皆さんに見せれると思いますし、まあ、僕が在籍してた時に取れなかったタイトルっていうのを、まあ、狙っていくので、まあ、本当チーム一丸となって戦うので皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。さあ、鈴木武蔵選手含めてスタメンがどうなってるか今発表になりましたね。はい、紹介していきます、はい、ゴールキーパーが菅野選手、3枚のディフェンス、左から中村、岡村、馬場、そしてダブルボランチ宮澤、新野、ウィング左に菅、右に近藤、ツーシャドウがスパチョーク、駒井、そしてワントップが小林となっています。福岡にいる大森さん、このスタメンを見て改めて注目選手誰になりますか？はいはい、いやもちろん全員注目ですけど、僕の中では、はい、キャプテン、日向さんもインタビューしてましたけど、はい、新野選手もう頭章ですからね、うん、本当にキャプテンとしてリーダーシップ発揮して、攻撃守備でもう本当に縦横無尽に走って戦ってチームをまとめてほしいなと思ってますから。27番、はい、ユニフォーム着てらっしゃいますね。はい、タクマ、はい、新野選手の大ファンということで、新野選手のどんなところが好きですかね？新野選手、勝利への飽くなき執念でチームをリードしてくれると思います。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。で、山崎さん、あとですね、はい、今日の見どころなんですけど、いろいろありますけど、福岡守備固いので、その固い守備をどうこじ開けるかっていうのもあるんですけど、あと個人 の、 その感情のところのぶつかり合いもすごく楽しみなんですよ。キャプテン同士が、それは何かといったら、あ、はいはいはい、そうそう、相手のキャプテン奈良選手、うん、前選手もいまして、うん、下部組織、札幌の下部組織の出身 で、 で特に奈良ちゃんと新野選手は同期なんですよ。だからお互いよく分かってるから、絶対にこの試合負けたくないっていう気持ちは相当強いと思うんですよね。確かにここで絶対負けられないと思いはありますし、はい、また日向さんから何か聞いてみたいところないですか？うわ、うん、そうですね、鈴木武蔵選手途中出場ありえますか？日向さん、はい、あるに決まってるでしょ。あ、もう待ってます。いや、裏で抜け出すね、途中から入って必ず、うん、はい、そう、今小川さんが言ったように裏に抜け出してゴールを奪うっていうことを必ずやってくれると思いますよ。で、この大森さんね、相性っていうのは福岡と札幌、コンサドーレってのはどうなんですか？はい、あ、相性はちょっと良くないところがあるかもしれないんですけど、まあ、過去3年で6試合戦ってるんですけど、はい、まあ、1勝しかしてないんですよね、うん、あと3分け2敗なんで、あんまりもちろん良くないんですけど、岡崎さん、はい、今日は今日ですから、はい、今日からスタートですから、そんな関係ないですよ。何言ってんですか。大森さん、でもアウェーの地で J1 でコンサドーレが勝利をしたら23年ぶりになります。サポーターの皆さんもどう今感じてますか？こう、そう、だからちょっと聞きますね、話。はい、はい、まずどちらから来られたんですかね？札幌から来てます。札幌ですか、うん、推しの選手は6番中村東也選手です。中村東也選手が推しらしいです。今日どんなゲームを期待したいですか？東也が左かけな上がってってぜひ決めてほしいと思ってます、うん、らしいですよ。どうですか、新野拓磨選手、はい、ね、どんなプレー今日期待しましょう？今日はもう最後まで、運動量豊富に走り回り、相手に走り勝つ、そんな試合期待してます。期待しましょう、はい、で最後ちょっとお父さん、はい、どちらから来られたんですか？東京から。東京です。東京、推しの選手は、新戦力の近藤選手に期待してます、はい、推しは新戦力の近藤選手、今日右で出ますよね、うん、はいはい、右サイドえぐってくれると思います。えぐってくれる、そこ期待してます。で、 お名前は？宗介です。宗介くんは何歳だっけ？今8歳で。8歳で誰が好きなんだっけ？浅野選手。浅野選手だって。どんなプレー期待します？なんかみんな、なんか
協力してでいっぱい点取って勝ってほしい。小田君、みんなと協力して最後浅野選手が点を取ってほしいって。いや、サポーターの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岡崎さん、また最後伝えますのでよろしくお願いします。また呼んでください。はい、ありがとうございます。この後また福岡から伝えてもらいます。岡崎さん、はい、もうあのサポーターの皆さんももう入っていきましたから、選手と一緒にもう戦闘モード入ってますよね。え、いや、続々と入っていきましたから、その熱気も伝わってきましたけれども、こちらスタジオの日向さんが開幕戦のスコアを予想しました、はい、これちょっとご覧ください。はい、予想スコア、マジですか、はいはいはい、こちらです。はい、はい、じゃん、出ました、うん、はい、はい、3対2で札幌の勝利。いや、打ち合いの予想、はい、大森さん、一言どうぞ感想を。日向さん、はい、あなたはもう解説者だ。あ、解説者出ました。たよかったです。ありがとうございます。いや、でもね、でも3点取りたいですね。ね、取りましょう、取りましょう、はい、で、放送時間の方がだいぶイエローカードになってきましたんで、こちら引き取りますからね。よろしくお願いします。健作さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう、はい、もう取材続けてください。ありがとうございます。はい、さあ、そしてホーム開幕戦も楽しみですよね、はい、そのピッチサイドシートペアチケットが当たるプレゼント、最後のキーワード、日向さんお願いします。はい、最後の3つ目のキーワードはコンサ、コンサです。1つ目と2つ目のキーワードをつなげて、ハッシュタグキックオフ北海道をつけて X に投稿してください。締め切りはこの後の開幕戦のキックオフまででございます。応募お待ちしております。お待ちしています。さあ、我々にとって今日の開幕戦はもちろんですが、もう一つ大事なのはホームの開幕戦です、はい、浦和との試合、3月10日この試合でありますが、午後1時から札幌ドームで、チケット発売中、ぜひドームにお越しください。そしてその翌週の16日第4節町田戦は STB でも地上波で生中継いたしますので、はい、この浦和レッズ戦3月10日そして3月16日、もうスタジアムへ行ける方は行っていただいて、そして16日は STB 地上波の方でもどうぞお付き合いお願いします。さあ、いよいよこの後2時からコンサドーレの開幕戦です。今シーズンも全力応援していきましょう。頑張れコンサドーレ。